おミスタンです。はい、どんだけ擦るねん、初見で叩いてみたなんですが、今日はあえてリクエストもらった曲のタイトルを先に発表します。その名も BPM イコール BPM プラス1。どう、皆さんこのタイトル見て、いやタイトルっていうかもう式じゃん、いや算数じゃん。このリクエスト初見の素敵なところは、僕が知らない見たこともない世界にみんなが連れてってくれる。まあそもそも初見だからね、当然僕は知らない曲なんだけど、とりあえず気になってここの曲のタイトルで調べるだけ調べてみた。そしたらね、これ僕の検索が間違ってるのかな、わかんないんだけど、とりあえず7万回再生なんですよ。いやもちろんね、それでも十分再生されてるんだけど、いつも僕が今までやってきたような初見のリクエストの楽曲たちって何百万再生、500万回再生とか、なんなら1000万回再生とか、そういう楽曲なのに僕は知らない、そんな曲ばかりを取り上げてきたんですね。いやだからこそこれはとてもいいなと思いまして、これこそまさにリクエストだから知れる醍醐味。知ってる人はね、北総見ながら、ああなるほどビスタンこんな風にアプローチするんだっていう楽しみ方ができるし、僕が知らないだけじゃなく知らない人たちの方が多いと思うんですね。そんな人たちは僕と一緒に冒険に出かけるような気持ちで初見を楽しめる、それがこのリクエスト初見の醍醐味なんじゃないかと改めて感じたわけですね、この再生数を見て。だから今日はこの曲チャレンジしてみます。なぜって、もうタイトルからこの式から想像ができるじゃないですか。そう、どんな曲だと思う？BPM プラス1ってことはさ、テンポが例えば100だったら101だよね、テンポが101だったら102だよね。つまりこれはね、だんだん1ずつ曲の後半に向かうにつれて曲が1ずつ速くなっていくってことでしょう。曲中ずっとテンポが変化し続けるってさ、相当やばいけど、対応力に定評のあるビースタン、この未知なるハードルにもビースタンは果敢に挑んでいきたいと思います。まあ、そもそも全く予想が違ったりしてねそしたら、算数からやり直します。先生、 1+1 って何？さあ、というわけで未知なる敵に挑んでまいりましょう。 BPM イコール BPM プラス1スタート。さあ来たよ。あ、最初のテンポこれ？え、変拍子じゃないよね、まさか。ここかな？あ、こうだ、よかった。おう、異世界っぽい。あ、変わってるよね、もうテンポね。待って、あ、やっぱ予想は合ってたか。え、もうだいぶ速くない？え、とりあえずかっこいいけど。あ、はい、タンタタンタンタンタタンタン。サンバ？え、待って、俺どこに連れてくるんだろう。はい、ドンと、はいはい、よよいのよい、はい。え、すごい、なんかすごい迫ってくる感じする。え、てかこの曲何分ある？速くなり続けたらどうなる？俺の手がもぎる。もうだいぶ速いけど。はい、あお、テンションがやっぱ上がってくるよね、ここやると。あ、そうそうそう、もういい、もういい。もう切り替えるけど。速いけど大きく捉えるという発想ね。多分本当はこんぐらいなんだよ。大きく捉えることでテンポを継続することができるってことな。楽しい。はいはいはい、また。これだ。どんぐ、あ、多分もうやばい、これ数字にしたら。あ、え、これどうなの、速くなり続けてるのかな。速くなったテンポを割っておよそくミドルなテンポに、ちょっと、あれ、あ、お、あ、誰もいない、
置いてかれた。一人であだこうだ言ってるうちに置いてかれた。いやーちょっとこれ悔しいね。どうですか。あの僕がなんだかよく分かんないことをずっと喋ってたかと思うんですけど、おそらくですが合ってると思う。例えばね、リズムって捉え方によって速いテンポでも遅く感じることができるんです。何を言ってるか分からないと思うんですけど、例えばこんぐらいのテンポあったとするじゃないですか。だいたい200ぐらいだと思うんですけど、速いよね。この速いテンポを半分で感じれば、チッ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 半分で感じたらこうね、当たり前だけどこうしたらテンポ100なんですよ。でも実は感じようによっては裏では200が流れているとも感じることもできる。え、つまりそれってどっちでもいいってことなの？ってことになっちゃうかと思うんですけど、それはどっちのノリの方がその曲により合ってるか。極端な話、割り算で割り切れればどんなテンポでも数え切ることはできるじゃないですか。わかりやすく言ったら200は100でも割れるし50でも割れますよね。じゃあこういう速い200というテンポの曲があったとして、4分の1で感じる。ちょっとって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 、こんなゆっくりでももちろんテンポ自体は合いますよね。50と200は割り切り合う数字なので。これはでもバラードのテンポじゃないですか。ドーンタタタタダーン。ゆっくりな曲はそりゃ200のメトロノームじゃなくて50のメトロノームで鳴らした方がテンポと楽曲のノリが合うよね。そうやって、テンポというものは決められています。だからこの曲だん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 最初から速くなっていったじゃないですか。もしかしたら1小節ごとにテンポを1ずつ上げてるかもしれないってことは、2分間で相当な速さになってると思うんだけど、例えばさ、テンポが1000ぐらいいったらそれってもうドゥルルルルルって感じじゃないですか。そのドゥルルルルルルを例えばさ4分の1の速さにしたら、これ250とかこんぐらいなわけですよ。っていうテンポが増え続けるものを、ただただ終わりに向かって速くし続けますじゃなくて、途中で割り算をするというか、テンポの感じ方を大きく捉えることによってノリを変えられたり、ちゃんと曲に展開がつけられているっていう曲になってるんだと思います。うまく説明できたかな。みんな僕の言ってること伝わった？いや伝わってると嬉しいんだけど、もし全然僕のいろんな見当が違っていたら申し訳ない。ぜひその例も含めてコメントで教えてもらえると嬉しいです。とても奥深い楽曲でしたね。こういう曲と出会えるからリクエスト初見は楽しい。皆さんも楽しんでもらえてたらさらに僕も嬉しい。やった、いやー勉強になるね。ちょっといろいろ頭でピピピピピピッとね、優秀な科学者のように解析をしながらドラムを叩いてたんで、ついて息切れてないところもあったかもしれないけど、でも目まぐるしいビートいろいろ叩けて楽しかったな。というわけで今日の動画、そして僕のドラムいい感じだったよって思ってもらえた皆様、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。そして引き続き皆さんからのあんなことやってほしい、こんなことやってほしいというリクエスト要望もコメントにてお待ちしております。そんな感じでまたお会いしましょう。ビスタンでした。バイビス。